こんにちは、堂本です。今回はスラッシュリーディングのやり方について解説していこうと思います。スラッシュリーディングというのがどういうものかっていうと、こう英文を読んでいくときに要所要所に線を入れていくことによって、読む上でのリーディングの補助にするっていう読み方です。主には例えば大学受験とかでその長文を読むときの読み方の一つとして教わることも多いんじゃないかなと思います。ただこのスラッシュリーディングの基本的な目的っていうのは返り読みをしないっていうところにあります。そのため速読するとか早く読めるようになるためのやり方っていうわけではないんですよね。とはいえその返り読みをしなければ結果として1回で読むことができるので速度は多少速くはなるんですけれど、ただスラッシュリーディングをするから速くなるかっていうとそういうわけではないと思います。あとは例えばTOEICの試験みたいにそのスラッシュリーディングをね常にできるとは限らないんですよね。なのでスラッシュリーディングに頼りっぱなしっていうのもまた良くないところがあったりします。そこで今回はどうすればスラッシュリーディングをうまくできるのかっていうところと、あとはスラッシュリーディングをしなくなるようにするにはどうすればいいのかっていうところについても解説していこうと思うので、もしよければお付き合いください。スラッシュリーディングにおいてまず重要なのがどこにスラッシュを入れるかっていうことなんですよね。例えば適当なところにスラッシュを入れてもそれってあんまり意味がなくて、じゃあどういう風にスラッシュを入れればいいのかっていうと、まず一つには文の要素っていうのに入れていくっていうのがあります。この文の要素っていうのは文系の時に言う SVO とか OC とかああいうやつですね。あれの S と V の間に入れるとか V と O の間に入れるっていう風にやるととりあえずいいかなと思います。そうするとここまでが名詞で、ここからが述語動詞で、ここからが目的語ですみたいな風になんとなく部分を分けることができるようになるんですよね。そうすると文構造が可視化されるので、ここまでが名詞、その名詞の述語動詞がこれっていう風にしっかりと文構造を追いながら文を読んでいくことができるようになります。多くの場合どこまでが名詞なのかとかどこが述語動詞なのかっていうのが分かんなくなってしまうと文っていうのを読むのが難しくなるので、まずはその文構造っていうのがしっかりと把握できてるか、その助けにするためにリーディングをする上でスラッシュリーディングをするっていうのが結構一つポイントになるかなと思っています。それ以外には節とか句っていうところでまとまりを意識してスラッシュを引いていくっていうのもあります。例えば名詞節はここまでだなとか、形容詞句ここまでだなっていう風に線を引いていくわけですよね。こういう風に節とか句とか、あるいは文の要素っていうのでスラッシュを引いていくと、意味の区切りでスラッシュを引くことができます。これは意識的にというよりも結果的にそういうところで線を引けば意味の区切りで線を引くことになるんですよね。スラッシュリーディングにおいて重要なのはその意味の区切りでスラッシュを引くことによって、ここまでを意味の塊として理解する、ここまでを意味の塊として理解するっていう風に意味の塊ごとに理解できるようにスラッシュを引いていくことなんですよね。そのためにどこに引けばいいかっていうのが、例えば文の要素ごとだったりとか節とか句のごとだったりするわけです。さてここまででその意味のまとまりごとに、つまり文の要素とかあるいは節とか句っていう単位でスラッシュを引くことによって、おおよその意味の塊っていうのを得ることができるよっていう話をしたんですけれど、この意味の塊をチャンクって言います。チャンクっていうものについて軽く説明しておくと、例えば1、2、3、4っていう風に4つ数字が並んでいるとしますよね。これを1、2、3、4だな、4つの数字が並んでるんだなっていう風に思うと、それには4チャンク使ってるっていうことになります。1と2と3と4ってことですね。でもそれに対して1234だなっていう風に思うと1チャンクで覚えてるっていうことになります。これは今簡略化して話しているんですけれど、その個々の要素じゃなくて全体をまとめて意味としてできるだけ大きく取ることで、そのチャンク数っていうのを節約することができるんですよね。そして人間の短期記憶っていうのはこのチャンク数が7ぐらいなんじゃないかっていうふうに言われているんですよね。実際にはもうちょっと少ないんじゃないかとかっていうふうにも言われているんですけれど、ここでは仮に今まで7って言われていたので7っていう話をするんですが、短期記憶で記憶できる瞬間的な記憶っていうのは意味の数が7よりも多くなると難しいんですよね。そして英文を読むとき、英文に限らず日本語でもそうなんですけど、本を読むときとか文を読むときってこの短期記憶を使いながら文を読んでいます。例えば一個一個の単語に注目してしまうと、どうしても単語が7個以上連続した時点でチャンクがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。ところが例えば in front of みたいなのを in front of っていう3単語じゃなくて in front of っていう1つで考えることができたら、本来3チャンク必要だったはずのもの、 in front of で必要だったはずのものが in front of で1チャンクで済むってことになります。こうするとよりチャンク数を節約しながらどんどん短期記憶を使って長文を読んでいくことができるようになるわけです。でこのチャンクをいかに節約できるかっていうのをスラッシュリーディング的に言い換えると、いかにスラッシュの数を減らすことができるかっていうことになります。最初は自分でここが
文の要素だなとか、ここが句の区切りだなっていう風に線を引いていくんですけれど、徐々にその線の数を減らしていってチャンクを多めに取るようにすると、そうすると長文を前から理解することがより容易になっていくっていう風に言えるかなと思います。じゃあここからは実際にスラッシュリーディングをするときのなんか頭の中みたいなことをやっていこうかなと思います。で今回使うのが、まあ、これなんですけれど、これ何かっていうとチャット GPT で出力したブロックチェーンとは何かについて記事を書いてくださいって言って書いて出力してもらったやつですね。というわけでね、これちょっと読んでいこうかなと思うんですけれど、まずポイントになるのはピリオドを探すっていうことなんですよね。どこまでで一文と言えるかなと、どこまでが一文でどこからが付加情報なのかなっていうことを考えることがポイントになります。例えばブロックチェーン is a decentralized digital database っていうところがあるんですけれど、仮になんですけど、ここで文が終わったとしても文の要素としては全部揃ってますよね。 SVC で全部揃ってるということができます。なのでこれがこの文の基本となるところなんですよね。なのでこの後に何があったとしてもそれは全部付加情報に過ぎないんですよね。なのでどこで一回意味が区切れるかというと、このデータベースの後ろで区切れます。ブロックチェーンとはディセントラライズドデジタルデータベースですっていう風に一回意味を区切ることができるわけですね。その後で that っていうのが来てるんですけれど、この that は関係代名詞の that ですね。つまり基本的には直前の名詞句を、まあ、修飾するためのものっていう風に考えていいかなと思います。この後に続くのは全部ディセントラライズドデジタルデータベースについての説明なんだなっていう風に考えながら先を進んでいくわけなんですよね。例えば that is used to っていう風になってるんですけど、この used to だけねちょっとね癖物ではあるんですけれど、っていうのは慣れているっていう意味と使われているっていう意味と、まあ、これは B 動詞に続いているので、かつては何々だったの意味の used to でないことは確かなんですけれど、何々に使われている、何々のために使われているっていう used to なのか、それとも used to 何々で慣れているっていうことなのかっていうのは、この部分だけにクロスアップすると分かんないんですよね。まあ、とはいえデータベースが何々に慣れているっていう風に意味を取ることってあんまないと思うので、基本的にはこれは使われているよ、なんとかのためにねっていう風にここにスラッシュを引くことができるところかなと思います。まあ、ここのスラッシュはねなくてもいいんですけれど、その that is used だけで1チャンク使っちゃってるんでもったいないので引かなくてもいいところではあるんですけれど、まあ used to と誤解しないようにこっちにスラッシュを引いておくっていうのは、特に慣れないうちはねありといえばありですね。なのでここまででブロックチェーンというのはデセントラライズドデジタルデータベースですよ、それは使われていますよっていう風に、まあ1チャンク2チャンクっていう風になってるわけですよね。その後で to record っていうのが続いて、この record っていうのは多分、まあ、動詞の原型ですよね。なので record の後には多分目的語が来るだろうと、その子まで含みたいなっていうことを考えながら to record transactions っていう風になるわけですよね。そうなると、あ、トランザクションを記録するために使われてるんだなっていうことが、まあ、ここまででわかるんですけれど、その後見ると and って入っているので and の後ろももうちょっと見ていこうかなと。そうすると and other data ってなってるんですよね。こうなるとこの and が何と何を並列してるのかっていうことがポイントになるんですけれど、 other data っていうのが名詞であるっていうことを考えると、当然 and の前並列してるものも名詞じゃないといけないので、おそらくこのトランザクションだろうと。そうするとこのトランザクションとアザーデータが両方ともつながっている and で並列されているというふうに考える方がまあベターかなっていうふうに言えるわけです。そうするとレコードトランザクション&アザーデータっていうふうにすると収まりが良さそうだなっていうことで、ここで一回区切れるわけです。これで3チャンク目ですね。ブロックチェーンはデセントラライズドデジタルデータベースですよ、それは使われるんですよ、何に使われるかというと取引とかその他のデータを記録するためですよっていう風に、前の方に返り読みせずに後ろの方に付加情報っていう感じでどんどん先を読み進めていくことができるわけです。でその後で in a secure っていう風に来ていて、その後また and が来ているので in a secure and もうちょっと先進めて transparent ってなっているので、 transparent が形容詞であることを考えると多分 secure and transparent で並列されてるんだなっていうことが分かりますよね。となると名詞まで含めちゃっていいかなっていうことで in a secure and transparent manner っていう風になっていて、このマナーのところにピリオドがあるので、ここで一回意味を区切ることができるなと。これで4チャンク目ですね。そうするとここまででブロックチェーンっていうのはデセントラライズドデジタルデータベースだよ、それは使われているよ、どう使われているかというとトランザクションやアザーデータを記録するためだよ、それが安全かつ透明度の高い方法でだよっていう風に、どんどん後ろの方で情報をプラスアルファプラスアルファプラスアルファっていう風に
文が作られていることがわかるかなと思います。まあ慣れてきたらこの used to のところを削って、で that is used to record transaction の other data っていうところまで持っていってもいいかもしれないです。まあそうするとね、あの1,2そして3チャンク目っていう風に使うことができるようになっていくわけですよね。さらに慣れてくると、このデセントラライズドデジタルデータベースっていうところの後に that が来てたら、まあそれも全部含めることができるんじゃないかなっていう風になってきて、ここのスラッシュも引かなくても分かるようになってきます。つまりブロックチェーンとはデセントラライズドデータベースで、それはうんたらかんたらって、ここまでこの SVC 全部を一気にまとめて理解することができるようになるっていうことですね。そうなると1とその後の副詞句の in a secure and transparent manner のところで、たった2チャンクでこの英文を理解することができるようになります。こうなるとかなり早くなるっていうことですね。ポイントになるのは、そのスラッシュを引くときに必ず前の方に戻んないで読むようにするっていうことなんですよね。でその後、例えば It is a distributed ledger っていうふうになってるんですけれど、 It これはなんとかだよ、あ、ディストリビュートレジャーだよっていう風になっていて、なるほどここに一回引いてもいいかなと。これがどういうようなディストリビュートレジャーかっていうと、メインテインドバイネットワークオブコンピューターだよ、ネットワークコンピューターで維持されているものだよっていう風にここでももう一回区切れるかなと。まあ慣れなければ、これは維持されているよ、コンピューターのネットワークによってっていう風にここにスラッシュ入れてもいいかもしれないです。 Rather than a single central authority っていう、この最後の部分っていうのは、あ、ネットワークコンピューターだよ、あ、シングルセントラルオーソリティじゃなくてねっていうところなので、これはそのまま1チャンクとして理解できそうですよね。そうすると It is a distributed ledger っていうところがまず1チャンク目で、 That is maintained で、まあ、2として、その後 by network of computers で3、その後 rather than うんたらかんたらで4っていう風になって、これも4チャンクで理解ができるっていうようなことです。というわけで今回は、まあ、僕がスラッシュリーディングっていうものについてどういうふうに考えているかとか、どういうふうにすればスラッシュリーディングを活かした勉強ができるかっていうことについてお話をしていきました。スラッシュリーディングの、まあ、一番のポイントっていうのがどういうところにあるかっていうと、やっぱ返り読みをしないっていうところと、文構造を正しく把握できるようにするっていうようなことです。なので、スラッシュリーディングをすれば早く読めるっていうのは副次的な効果であって、まずはその長文になるとどういうふうに文構造がなってるかわかんなくなっちゃうんだよねとか、どうしてもフィッチっていうのが入ってくると、その意味をね前の方に持ってきて、私が買った本っていう風に言わないと気が済まないと、本、私が買ったものっていう風にその語順通りに頭の中で把握することがどうしてもまだ慣れないっていう人が、スラッシュを引くことによって視覚的に返り読みを避けるようにすることができるっていうところがポイントになります。むやみやたらにスラッシュを引くんじゃなくて、どこにスラッシュを引けば一番意味が分かりやすくなるのか、意味を取りやすくなるのかっていうことを意識しながら引いていくと、だんだん分かってくるんじゃないかなと。その上でここはスラッシュ引かなくてもいいなっていうところがあれば、それは引かないようにすると、でどんどんゼロに近づけていくと、そのうちどんな英文でもスラッシュを引かずに意味を取りやすくなってくるっていうことがあるかなと思います。このチャンネルではこんな感じで英語のこととか翻訳のこととか、あるいは英語学習のことについてお話をしています。もしよければまた別の動画か、あるいは配信でお会いしましょう。本日の動画は以上となります。長い間ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご自愛ください。